はい、どうも、沢田信也です。はい、中野です。というわけで、今回お話しするのは、一気コミックス、はい、紀藤もひろ先生の作品で、はい、僕らのですです、はい、で、まあ、完結している漫画なわけですけども、はい、今回はもう完全ネタバレで話そうと思っていますので、はい、そうですね。っていうか、ネタバレしないと話せない、ね、話せませんか。停止ボタンをどこで押すかは、リスナーさんの各々に任せます。あ、そんなリスキーな。ここからネタバレしますとか言いません。各々の判断で停止ボタンを押してください。まあ、そんなできんの。なんとなく話を聞いてて、あ、ここから聞いちゃダメみたいな時に、プチッと停止ボタンを押してくれたらいいかなと。いや、とりあえず最初におすすめなんで読んでください。そうですね。一番いいのは、前回読んだ後で、今回の話を聞く方がいいかなと思います。ね、とりあえず買えと。お前ら買えと。そうですね。買っていいんじゃないですかね、今は。でも結構古本屋に行っても、うん、最近はないですよ、僕ら。あ、そうなんですね。意外とないんですね。ああ、前の方の缶はちょこちょこあると思うんですけどね。真ん中以降はトントン見かけませんよね、やっぱね。まあ、それもこれも、中盤から後半にかけてのテンションが半端ないですから、このまま。そうですね。まあ、今回はそこら辺も含めていろいろとお話ししていこうと思います。最後までお聞きください。はい、というわけで、はい、どうでしたか？全巻読んでみて。全11巻読んでみて。はい、感想としてはですね、いや、僕はものすごいこう完成度高い漫画やなっていう感じでしたね、印象としては。お、いや、最初ね、そのまあちょっと話題を聞いて古本屋から入ったんですわ、1巻2巻3巻みたいな感じで、うん、でこう3巻あたりのまあエピソード的にいわゆる過去地図、切り絵のあのあたりがちょっときつすぎてですね、精神的に一回諦めたんですよね。なんかこれあかんかもみたいな。あ、もう暗すぎると。うん、でなんかの表紙にちょっとここポンと続きを買って、で、あ、まあまだやってんのかぐらいのノリやってんけど、なんか11巻をねちらっと書店で見たんですよね、出た時に。うん、で、別冊みたいなやつ入れたんで、とりあえずそれを買っといたんですわ。なんか、初回限定っぽいんで、みたいな感じで。小冊子がついてましたからね。そうです、そうです。で、しばらくそのまま途中も読まずに置いとったんだけど、8、9を読んだあたりに、ちょっとこれ、どえらいことになってると。気づきまして、で、残りをこう新刊で探して、なぜか売ってないみたいな状況で、うん、10巻とかが。もうすごいこう、でかい本屋まで回って、見て、一気に読んで、はーってこう、放心状態みたいな。ものすごい。で、もう一回一から読み直したらね、すごいんですよね。その、なんていうかな。伏線の張り方から回収の仕方っていうのが、こう、最初に考えて、すべて組み上げていったタイプの漫画っていうのかな。まあ、そうやね。よくありがちな、少年漫画。うん。連載漫画でありがちな、途中で話がものすごい違った方向に行くとか。そうそうそう。特にね、某ジャン、某、少年。某少年ジャンプ系の漫画にありがちな、なんか行き先を決めずに走っている車みたいな感じの展開の仕方ではなく、特にね、爆漫をね、見てると、あれ、本当に話途中で変えたりしてるじゃないですか。苦悩してるじゃない、話を、その、人気取るためにどうする、バトルモンに転ぶか、みたいな話があったりするじゃないですか。ああ、爆漫の主人公たちがってことね。そうそう。ああ、やっぱジャンプはそういう感じで、こう、その場の、この、こっちがいい、みたいなんで、舵取りしてってんねやな、っていうのと、正反対みたいな感じがするよね、この漫画は。そうやね。まあ、いわゆる少年漫画、週刊連載の少年漫画っていうのは、常にこう、選択肢が2つぐらいあって、うん、こっちを取ったら読者が喜ぶであろうっていうものを選択してきた結果、こんな話になりましたみたいな。そうそうそう。話でしょうから。そう。それと全く逆で、こう、最初に考えたプロットをこう、コツコツ積み上げてって、最後にどうみたいな感じの終わらせ方。だやっぱ途中しんどいっていうのは狙いのうちなのかな、みたいな。まあそうやろね。なんか初めからこう10巻11巻ぐらいで終わるっていうのは決まってたみたいなんで。ああ、やっぱそうなんね。まああらかじめこう書くものっていうものは決まってたんやろなっていう感じはしますな。うん、
沢さんの全体的な感想はどうなんですかね。僕は単純にね、やっぱりこう、すべてを読み通した上で、まあ、今回お話しするにあたって、まだ1巻から全部パラパラっと読み直したんですけども、もう非常に切ない。読んだ後にちょっと悲しくなってしまうような感じですね。そうですね。まあ、痛いとこ多いですからね、なんか、心情的にね。そもそも、もうこの漫画の基本的な設定として、中学生が全世界の命運を、になって戦うっていう設定、うんうんうん。まずそれが重いじゃないですか。でもそこまでやったら少年漫画でもありがちな設定なんでしょ。まあね、結構アニメの主人公中学生ぐらい多いからね、シンジ君にしてもアムロにしてもね、アムロも中学かな。まあ、うん、読者層である、まあ中高生が、まあ、主人公であるっていうのが、まあ読者の共感を呼ぶんだろうというところなんでしょうけども、うんうんうん、そこまでやったらまだありがちな設定であるとも言えるんですが、うん、戦うたんびに一人ずつ死んでいくっていう。そうね。もうその時点でもうなんか切ないじゃないですか。もうね、仲間なだけに、そのもうクリアしたら死んでいくっていうのが決め、ルール上決まってるっていう、どうしようもない。しかも、負けたら、その時点で全員死亡するっていうか、地球終わるみたいな。そこはちょっと逃げ道ゼロみたいなところがすごいよね。普通の少年漫画だと、回を重ねるごとに、戦いを重ねるごとに、仲間っていうのは増えていくんですよ。そうそうそう、こう、ライバルが仲間、強かったやつが仲間になってるね。でも、この漫画は、戦いが進めば進むほど、仲間が死んでいくという。どんどん少なくなったなぁとか言って途中で言い出した。ものすごい少年漫画に喧嘩売ってるような展開になりますから。しかも、こう、椅子だけポツン残っていくからね。墓標のごとく。どういう展開ですかね。しかも、その、なんか上手いなっていう、言うたらいいのか、なんか、うって思ったんが、その設定を、作中の中で、主人公たち自らに気づかせるでしょ。あ、そう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 。うん。あの流れ上手いよね。誰から何か、お前らは死ぬんだって言われるわけではなく、うん。もしかして、俺たち死ぬのでは的な。うん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 。で、まあ、こう MC 役は、あれ言ってなかったみたいな。サクッとね、ひでえやつだなとか、そういうの。ものすごい主人公たちを突き放した状態で話が進んでいくから、うん、よくこの作者は、そこまでコントロールできるなって。そうですね。あれは、結構こう、第三者視点をよっぽど考えてないと、うまく運べないと思うんだけどね、話の流れが。すごい綿密にそこら辺のコントロールはされてるなっていう気がしたんだけどね。そのくせに死んでいく中学生たちの一人一人のエピソードっていうのが、うんうんうん、これまた悲しい、泣けるような話が。でもきつい、きつい。基本きついのばっかしやから、ね、みんななんか、ね、心にちょっと闇が立ってるみたいなノリの。どいつもこいつもみたいなね。基本自分が死ぬんだっていう自覚を持ったところからエピソードがスタートするので、うん、まあ、死ぬまでの間をどう生きるかみたいなのが話として展開されていくわけですけども、うん、最初の方はちょっとあの暗い話が多かったね。いや後半もでしょ。だってあのまだちょっと誰やったっけ、誰スパイルかね、マキかな、なんかあの妹が生まれるんだ、弟かな、弟が生まれるんだ話とかはまだそんな暗くないじゃないですか。あーでも結局あれね、その戦闘始まるタイミングとかってさ、生まれるかも直前やったやん。まあまあまあ、ここで呼ばれるのみたいな。もまあまあ、でも生まれてくる弟のために頑張って戦うみたいな感じがあって、まあそんなマキちゃん自体には暗い話はなかったかな。そう、最後一応光見たんじゃないですかね。あとあのお父さんがニュースキャスターの娘とかね。あれもね、落ち方としてはすごく良かったよね。もう後半はまだマシやったかな。前半のエピソードがひどすぎてどうしようっていうぐらい。そう、あ、そうか、文字とかもまあ良かったよね、うん、なんか死ぬ意義がなんかちゃんとあったみたいな感じの終わり方してる。前半やな、やっぱあの、その、俺が挫折した過去地図、あの、切り絵のラインは、もうすごいしんどかったな、なんかもう。まあ、その、過去くんっていうね、過去っていう男の子がおるんですけども、うん、
僕はね、結構ね、過去のエピソードが好きでね、うん、エピソード自体は褒められたわけもないようなひどいエピソードなんですけども、まあリアルっていう意味かな、その好きっていうのは。そうね、人間臭いエピソードやなっていう。まあ一番精神状態としてまともに近かったかもしれんよね、過去の方が。なんか普通の、その中学生ぐらいでこんな状況に叩き落とされたらこうなるよね、うん、みたいなさ、そんな背負われへんよねみたいなところはここでちょっと描けてるのかもしれん。まあ基本設定として、十何人かな、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15人の中学生が、うん、まあジアースという巨大ロボットに乗ってね、うん、並列世界のもう一つの地球の代表ロボットと戦うという話やけど、うんうんうん、カコ君はね、はい、逃げてしまうわけですね。そうそうそう。しかもそのロボットに乗ったまんま。そう。踏みつぶしながらね、街をぐちゃぐちゃと。逃げてる間、ジアースも、まあ、体長が、メートルあんの、これ、ものすごい高さやな。ね、500やったかな。500メートルぐらいあるのかな。そうそう。でかいな。なんかロボットもんじゃ、ね、桁外れにでかいよね。そんなジアースが街中をガンガン走りながら逃げていくから、その足元ではものすごい人が死んでいったりするわけですね。うん。で、挙句の果てに、キリエ君に、カコ君は足が速かったよね、みたいな嫌味を言われて、キリエ、そうだね。世界を、世界の存亡をかけて戦ってる最中なのに、キリエ君をボコボコにしばきながら、うるせえって言いながら、自暴自棄になっちゃうっていう。あれ、さ、あの時、殴るじゃない、キリエ、キリエを。その時、なんかジアスずっこけてるよね。ドダーンって。あれは何なんやろうね、リンクしてんのかね、そうじゃあ殴る、ああそういうことなんか。で、挙句の果てにそのキリエ君をウサバラシのために縛ってる最中に仲間である、地図にカッターで首を刺されて死んでしまうっていう味方にね唯一この15人の中で敵と戦わずして死んでしまったっていう悲惨なキャラクターなわけです。命にというか、なんというかね。まあ、すごい、それがなんかこう、ね、なんか人間臭くていいな。それは誰しもそんな状況下に置かれたら、錯乱状態にも陥るよ。そうね、この展開がきつかった上に、地図、その本田地図の個人エピソードがまた、もっと重かったからもう。そう、この地図っていう女の子は、まあ、過去をぶっ刺し殺した後に、すげえ冷静に敵と戦い始めるねんけども、うん、なんでそんなに冷静に戦えるのかと申しますと、うん、それはもう、なんか悲惨なエピソードがありまして。ねえ、ウバって、しかも、違うことに使ってるしね、ジアスしたらね。復讐という。自分が通っている中学生の先生に恋をして、付き合ったと思いきや、うん、変なおっさんたちに体を売られて、そう、臨館されるっていう悲惨な。そう。何その展開っていう。で、その、おもちゃにした奴らをね、仕返しとばかりにジアスでこう惨殺するという。そうです。一番最後ね、その、畑貝先生っていう先生なんですけど、うん、その畑貝先生をジアースでぶっ殺そうと思った矢先、実は畑貝先生は自分の実のお姉ちゃんと付き合っていたっていう、ね、どうしようもなく、ブルーな展開。救いがないよね、なんかね、もう。これ、ここはやっぱしんどかったっすわ。その流れは読んでってね、うん、何これ、こんな漫画は。しますわ、ほんま。でもね、この後がね、やっぱ良くなってくるんですよね、話としてね。なんやろ、テコ入れで待ったんかな、クラスリーグとか言って。最初からやっぱこういうあれなんじゃないのかなと思うけど、うん。そう。で、こっからさ、日本の、その、日本じゃないか。この、こっちの軍人さんたちがこう、介入してくるじゃないですか。ここの流れが個人的にはすごい好きで、その、当然こういう対応するよねっていうラインが。ちゃんとその管理下に置くとかって最初言ってたけど、全然相手にされんくて、じゃあ協力体制みたいな感じで、こう、許しを得て中に入ってくるみたいな対応とか。なんかよくある、
ロボットもののアニメとか漫画であったりすると、うん、結構その戦っているロボットとその仲間たち自体はむしられるような世界観であるにもかかわらず、うん、この漫画ではジアスっていうロボットが突如存在したことに対して、うん、日本の軍事関係自衛隊官が介入してくるんですね、うん、あ、うん、自衛隊国防軍ってなってるけどね設定なんか、うん、でまあジアスを分析しようとするねんけども、あまりにも未知な力すぎて、うん、手に負えないみたいな。そうそうそう。これもしね、思いっきりバカにされてる。まあ、転送とかね、ワープみたいな技術もね、持ってるから、もう、全然話にならへんっていうのはわかんないけど。そしたらで、ちゃんと協力体制になるじゃない。なんかその、得体の試練からもう触らんとこじゃなくて、それなりにこう、ね、なんとかこう、協力体制取ってみたいな、で一応大人としてみたいな感じで接してるのがすごい、ああそう、実際そんな感じになるんかなみたいなところがあって、そうやね、子供に世界を背負わすのはいかなるものかと思っているけれども、そう、でもそれしかない、できない大人たちになるの、そうここら辺をね、送ってきてんなぁと思う。あとそのなんかちょっと、この世界の、いわゆるオリジナル設定っていうかな、その自衛隊じゃなくて国防軍とかいう話やったり、うん、アメリカも あんねんけど、そことはちょっと昔戦ってたみたいな話があったり、なんとか条約とか作ったりする、この自分なりの世界っていうの、うん、それがきっちりあるじゃない、伏線としても、その、世界設定としても。これはあれなのかね、この、僕らの専用の設定なのかね、この、鬼頭先生の。なんか、何やったっけ、なんかウィキペディアかななんかで見たけど、うん、その、ナルタルっていう、これの前の漫画、はいはいはい、と一部リンクしているような素振りを見せる、じゃあ、何やったっけ、兵器の名前かな。さあ、軟式とか？ああ、そういうことなんか。じゃあ、そのなんとか条約とか、なんか沖縄奪還戦とかいう単語ができたりするんだけど、そっちでもう出てんのかね、もしかして。いや、それはなかったんじゃないかな。ただ、この人の中ではきっとなんかあるんじゃない？ああ、そういうの。面白いな。好きやわ、個人的には。ちゃんと未知、人類の未知なる力に対して、うん、政治と軍事力が、そう。ちゃんと介入するっていうね。影響してる感じがあってね。でもそれもあまり設定ガチガチで前に来てないんじゃないか、さりげなく入れてる感じがしてて。まあ基本はやっぱり子供たちのドラマですから。まあね、そんな大人たちもなんかいい味を出して、またこれが悲しく一人一人死んでいくわけです。そう、その死にっぷりもね、すごいよね。俺の好きな話で、その、敵が途中でこう、ちょっと攻撃だけしてどっか行っちゃって、で、どこ行ったんかなと思ったらハワイとかにおって、そっからこう、長距離砲弾に変形してガンガン撃ってくるっていう話があるじゃないですか。あの下りの最後の落とし方、一番知ってる人間を目標に目印にしてそこにレーザー打ち込むみたいな、あの話とかはね、もうすごい好きですね。なんか救いようのないとこ。かっこいいじゃないですか。関さんやったっけ、うん、関一。悲しかったんがさ、うん、田中さん、自衛隊の国防軍の田中さんがですね。はいはいはい。途中、敵と戦うにあたって、ホームかアウェイかって、うん。敵の地球か、選ばされるか、自分の地球か。自分どこの地球で戦うのか、敵のところの地球で戦うのかっていう。あれ、選んでるわけじゃない。ランダム。ランダムだよね。うん、ランダムやね。うん、で、その、敵側の地球で戦ってる時に、うん、田中さんが、飛行機で出撃してさ、はい、敵に人質に取られたんですよ、うんうん。で、自分が人質になっていると、ジアスの子供たちが戦えないからって、自決するでしょ。うん、なんか、ああいう、なんかこう、軍人は、なんか軍人らしくみたいなのが、すごい、あるよね、この漫画。あるある。うん、もうすごい、もうすごいかっこいいよね、この、自決の流れのところ。間の取り方もかっこいい。
またその、また救いようがないのが、自決する瞬間に実は田中さんは、後ろっていう少年のお母さんだってことが、そうね、分かっちゃう。めっちゃ救いようがないな。ねえ、ちゃんとこの戦い終わったら、ちゃんと名乗るわって言うとこまで、最初嫌がってたのに、そんな資格ないとか言って。でも言うとこまで来てたのに、結局そればらした直後に、自決っていうしかも、なんか画面大写しになってるしね、そこの部分。あれはね、でも間の取り方とかもすごく、良くて、一瞬ちょっと錯乱したみたいにガンガン撃つじゃないですか、敵の。メカを、当然、機関とかも散々分かってるはずなのに。で、多分あれ、ね、最後の一発を残しといて、みたいな感じなんでしょうね、流れと。そんな説明は別にないけど。なんかそこら辺がね、もうすごい、やることやって、いった、みたいな感じ。無人としての、なんていう。そう、教授っていうかね、男じゃないねんけどね、女の人が。納得しました、みたいな。そう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 。で、ね、この後半の子も全部口元だけでしょ、みんなの。あそこの流れとかね。もうすごい好きですわ。君の一番好きなエピソードはやっぱ加古くんですか？加古くんはネタとして面白いっていう話でね。エピソードとして好きなのは、うん、名前何やったっけな、仲間。ああ、はい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 。仲間のエピソード。仲間って服作って、そうそうそう、みんなにユニフォームを作ったこの話やねんけど、最初の方やんね、あの最初お母さんが風俗嬢なわけですよ、うん、でそれを理由に同級生からこういじめられたりもするんですけども、うん、こう仲間ちゃんはね、なんかつつましくこう生きてるわけですわ、うん、ひっそり、ね、で途中ちょうど俺それ一期コミックで、はあ、単行本じゃなくて一期コミックでそこのエピソードを見てて、それで僕らも面白いなと思ったんが、その、仲間をいじめている同級生のお母さんが、仲間のお母さん、風俗をやってるお母さんに言いがかりをつけるシーンがあって、ああ、はい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 、ありましたね。その言いがかりをつけられたことに対して、仲間のお母さんは、毅然とした態度で、反論するんですよ。もうね、論破しちゃうよね、そうですよ。お宅の旦那も、うちの風俗通っとるやないか、みたいなことを言うわけですよ。で、手が出ちゃうね、思わず向こうの。で、向こうのお母さんがビンタしてきたら、こっちもビンタし返す、みたいな。腰の入ったビンタ。その一連のやりとりが、何この漫画とかまで、面白いやんけど、ああ。それで、僕らの勝った経緯かな。あ、なるほどね。すごいね。一期コミックめったに見れないって言われる。どこで売ってるのかわからない。本紙を見つけた挙句すごいとこ引いててんね。んで、この仲間っていう子も、なんかなんかお金を稼ぐために自分の体を売ろうとするじゃないですか。あ、はいはい。けなげにも。まあ結果としてそれは、なんか、悟されて終わっていくわけですけども、お金が必要やからつってね。うん。その時に出てくるおっさんもね、その、元お母さんの、お母さんにも振られたみたいな話があって、ちょっと面白い流れがあるんだけどね。で、仲間ちゃんは、こう、みんなのためにユニフォームをチク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 、こう、再放射にするわけですよ。うん、うん。すごい献身的な、うん。これ、最後間に合ったんやったっけ、数的に。なんか敵が、その時の敵が、良心的な敵で、町の人が避難している間待ってくれてて。あ、そっかそっか。で、その間に、なんか、あと1時間ぐらいあるならば、家に帰ってユニフォームを全部作ってきます、みたいな感じで。あ、そうやったんや。その時に、自分をいじめていた同級生のお母さんが、うん、私の娘がどこかに行って、いないんです、みたいな。あ、ありましたね。はい。で、ジアースの力を使って、その自分をいじめてた同級生を見つけたと思ったら、その同級生は、どこかの男のお宅でセックスをしていたっていう。これまた、そういう格好で見つかってんだよね。これまたまた、なんでこんな展開やねんっていうね。で、その時に、その仲間ちゃんは自分をいじめていた女の子をグーパンチで縛くわけですよ。うんうんうん、初めて殴ったんちゃうかみたいな流れやね。で、その時の理由が、
今度から掃除ちゃんとやろうよって。もうすごい。だからこれじゃないですか。表面的にはその掃除言ってるけど、すごいなんか身詰まってるよね、なんか裏にね、とかの。すごいけなげになんか、もう自分の死に玉も見据えて戦っていたのかと思いきや、うん、私だって死にたくないってすごい叫びます。はい、いい子じゃないですか、この子。そう、そこら辺が、これ結局、あれよね、こうなんか中盤のやつってその勝敗をきっちり見せないまま終わってること多いじゃないですか。そうそう、なんかあくまでエピソードだけを展開させて、うん、でもまあ当然次続いてねえから勝ったんやいうことにはなってんねんけど、そのなんか美味しいところっていうか一番肝のとこだけ見せて、うん、まあ、あとはもう当然わかるでしょみたいなとこは描ききらないみたいなとこもちょっとね、やっぱ少年誌ではできんよね、こういうのね。まあ物語の主題がロボットで敵を倒すことではないからね、うん、なんかあくまでロボット同士の対決っていうのは人それぞれのドラマを際立たせるための素材でしかないので、うんうん、そこら辺をきっちりと描いてるところが偉いなって感じですけどね。そのまま、ありがちな漫画だった場合、アクションシーンとかが多かったりするわけですけども、うんうん、そういう無駄なアクションシーンもなくね。そうそう。その前のやつも確か途中で終わってんよね、戦い自体ね、なんかもう。覚悟決めたあたりで、あとは結果だけみたいな感じ。まあでもそれを言うなら最終回もそうやったりとか。そうだね。最終回もそんな流れで終わってましたね。最終戦もなんか、結末はぼかした感じで。まあでも繋がってねえから当然やったんやねっていうことで。すごいよね、見せ方がね。そうですよ、あなたが好きなエピソードとか。あ、僕が好きなのはさっき言ったその長距離砲台になる敵との戦いと、やっぱ最終話、うん、後ろの戦いがね、うん、もうすごく好きですね。そうですね。この最終巻の11巻を買ったときに、久々にちょっと漫画を読んで鳥肌が立ちました。そう、本当にね、9、10、11ぐらいの流れは、すごい一気に読んだって感じで、まあ、逆に良かったかも、俺は。この11巻を買ってから集め出して。これ途中で切ってたらね、もうすごいフラストレーション溜まったかもしれない。そのテンション持続したのを読み切ったんでね、この後ろがこう最初は結局契約してないわけじゃないですか、この人は、うん、それをこうみんなの流れに行って結局最後の最後に契約したのに、このなんていうかな、一番きつい戦い方をしちゃうっていうかね、人類一人一人を、敵の人類一人一人を撃ち殺していくみたいな、まあ、選択肢もあったんやけど、やっぱ流れ上自分もそういう選択をするっていうのがあって、全身からレーザー撃つ時のためのコマとかはすごい好きですね。ジアースに乗ってると、うん、人の命っていうものが光としてこう見えるわけやねんけども、あ、そうそう、地球上のね、その全世界の地球の光に向けてレーザービームを放つっていう秒間6万人とかね、そう。で、そのうち敵の操縦者に当たるから勝てるだろうっていう、すごい戦い方をするねんけども、なんで中学生にそんな子を背負わせるかなっていう。で、これやっちゃったの自分のせいなわけじゃない。その、こう、いや、止めるのも聞かずに中見ちゃったから、こう、殺さな、逃げる敵を殺さなあかんようになって、うん、で、なんかね、地球割るとかいう手段もあるけど、どうするって言われたのに、こう、やっぱ一人一人殺すみたいな、まあ一瞬で、一人一瞬で殺すためっていう選択肢だけど。で、この時にこうね、地元の、その地元っていうか、そっちの世界の、あの、軍人とかが、こう地球人を舐めるなとか言って攻撃してくるよね、無駄とは知りながら。そう、だから向こうの地球にしてみたら、主人公たち、後ろの乗ってるジアースは敵のロボットになるわけだから。精神虐待って。
鬼畜のような敵やみたいな、ね、もうなんかニュースキャスターもまさに今敵性侵略隊による虐殺が行われていますまあ向こうの世界の人からしてみたらそう見えるわな。でもまあそれをやっているのはほんの中学生である後ろなわけですよ、うん、ねえ、あの展開はものすごい話。この視点を入れ替えるっていうのはなかなかないじゃない、その漫画では。やっぱりでちゃんとこの戦争っていう題目の中で敵側の視点をこうやっぱどっちかにこうねこう思い入れを入れさすために割とそっちサイドの正義しか示さないことが多いんだけど、当然相手側の方での受け取りは真逆なわけで、そこの表現っていうのをちゃんと出してるところを11巻に持ってきてるあたりがすごいなと思って。そうやね、なんかまあ、確かに世界のために戦ってるわけやけども、そのヒーローとして描いてないところは偉いなっていうところかな。これね、実はまあ、今回これをやるっていうにあたってですね、うん、私急遽ですね、画集も買ってきたんですよ。あら。今日本屋行ってきましてですね。ハマってますな。紀藤もひろさん、イラスト&バックヤード集僕らのっていうやつをですね、うん、買ってですね、もう、読んで、なんかこれにね、うん、その後のジアースのっていう話がね、書き下ろしで載ってるという情報を得てですね。それは知らんかった。5ページほど、6ページだ、ね、うん。ですけど、これはどうしましょうか、伏せときましょうか。いや、言っていいんじゃないですか。買ってる人の方が少ないと思うんで。そうですよね。これ、ネタ的にはですね、ささみさんって、軍人っていうか、軍人の制服組で、うん、結局、新しい声虫になってついてった人いたじゃないですか。うんうん、あいつのサポートみたいなね、メガネかけて、ちょっとちょろちょろしてた、はい、いたでしょ。あの人の話になってて、あの人がですね、ずっと海岸をこう、見張ってるんですよ。毎日毎日。で、そこに、チロッとこう、街の、なんていう、この世界の街みたいなやついたでしょ。はいはい、あいつがこう、チロッと出てきて、いつも大変ですね、みたいなこと言って、で、僕の仕事はなんかどこでもできるから、とか言って、ずっとこう、監視が毎日毎日その海辺をずっと見てて、で、そこに、ある日パッて人影が出てて、もう誰ってなって、ダダダって書き寄ったら、それもすごいちっちゃいシルエットしか書いてないんだけど、まあ、ささみさん的な人影があって、お帰りなさいって。終わってるんです。次の世界での戦いも終わったってことですね。そうね。タイトル的に1年後の待ち人っていうタイトルなんですけど。ここは話としてはいいねんけど、僕期待値高すぎたせいか、全然こうやって。まあまあ、高い金を出して歌詞を買ってまでっていう話では。そうだったんですよね、これ、ね。絵自体は、参考本の表紙の絵とかが、ちゃんと両面に印刷されたやつとか、あんねんけど、まあ、見たことあるか分かったんですよ。画集としては、まあ、あれだけど。あ、そう。でね、その中にも、一個ジアースが始まる前の予告みたいなイラストがあるんですよ。うん、多分、一期かなんかに、あ、違うな、ムクタマオフラインボリューム2、括弧同人誌って書いてあるんで、うん、同人誌で、次こんな漫画連載するよっていうのを、書いてある。で、全然ジアスのデザインとか違うラフイラストが書いてあるんだけど、もうちょっと読みますね。うん。次は、あれば、巨大ロボットものだと。うん。下にちっちゃくね、その次はあれば、巨大投射費、ロボットには見えないかもしれないけどっていうちっちゃく書いてあるんだけど、うん、予告って書いてあって、13人の少女が巨大ロボットを狩り、宇宙より飛来する敵と戦い、地球を守るって、うわ、ベタベタなんて自分で突っ込み入ってるんですけど、で、どうしてそこまでして僕らは戦わなければならないのかっていうベタで分かりやすい設定に鬼畜な展開をします。多分これって書いてあるんだけど、最初から狙いやねん、その鬼畜な展開って。そうやろな。戦えば戦いほど追い詰められる状況を積み重なる悲劇、少年少女たちは正気と狂気の境界線上で、それでもなお正しく振る舞うことを要求されるって、もうプロットがね、そう、メインストリームそのまんまなんで、
やっぱそういう漫画なんですよ。結局ね、これ、最後も、なんか後ろが、じゃあ最後のパイロットでやる。最後じゃないわ。最後はこういうんですか。ああ、はい。まあでもこの世界のラストっていう感じだったよね。僕らの世界は守られたわけじゃないですか。でも、そもそもが、なんで平行宇宙のやつらの、平行宇宙の世界の人間と戦わなくちゃいけないかっていう説明はもうどこにもされてなくて。あ、うん。あ、なんかちょっとどっかで増えすぎたからみたいなのがなかった。うん、まあ言ってしまったら神様が、まあ枝切りみたいな感じで、あ、そうそう、剪定って言ってたね。ここの地球とここの地球のやつが戦いみたいな感じで戦わせてるわけでしょ。うん、で、その連鎖はもうこの先もとどまることを知らないわけじゃないですか。うんうん、だから今回僕らの世界は守られたけど、また次番が回ってくるかもわからないっていうのを言ってたでしょ。うん、1年後か10年後か10万年後かがわからへんけど、まだ戦いに巻き込まれる可能性があるみたいな。そうそう。それがなんかその引き継いださっきのやつが、よかったらみたいなのもちらっと言ってたよ。またそこもやらしい設定でさ、何その見えざる何かは一体何なのっていう。で、それ途中でその神様的なこと言っときながら、うん、一番最後の時に小虫がその、うん、あのただの自然現象だみたいなこと言うやん。神、うん、これを押しかけてるやつは誰か。わかるかと思ったってササミが声虫になった時に言ったら、うん、結局そんなん誰でもなくてただの自然現象、人格なんかないみたいな話を、うん、さらっとここで締めてるよね。もう何上がらうことのできない何かっていう、本当自然現象だっていう事故みたいなもんでさ、うん、なんかそれがすごい切ないなとか思って。ああ、いや、でも、もう、すごい落とし方じゃない？腑に落ちないっていうか、ちゃんと理由付けのあれ落ち方やからさ。納得はできなくても、なんか、一つの結末にはなるっていう感じ。なんなの？この漫画のテーマは、いつ死ぬかも分からへんから、毎日頑張って生きようかな。ああ、まあ、それには近しいものがあるんじゃないかな。まあ、俺的には、誰やったっけ、あの、先生、父親が先生、あ、後ろか。うん、かなが、かなと後ろの間ぐらいのとこかな、そこでこう、なんていうの、この、中学校時代の時に、うん、この、生きるっていうことの意義を考えるのはすごい重要なことだっていう話があるじゃない。うん、あの、要は、本来生物っていうのは、その、自分が生き残るために、その思考の大半を作らなければいけないと。日々生きるために。で、大人も、あの、正直な話、それは一緒やと。お金で終えるために、なんていうの？ほぼ全ての思考を使ってて、それはイコール自分が生きるっていうことであると。でも中学の頃、要は親の庇護にいる、で自我があるっていう、その頃っていうのは、その思考のほとんどを自分のことに使っていい状態っていうくらいがある、ね。これが俺はなんか話の言いたかったことっていうかメインテーマかなと思ってて、ちょっと深いなと思ったんやけどね。どうですかね。まあそういう中学生っていう特殊な状況を、うん、まあ、主人公にするっていうのは、まあある意味、なんていうの、王道と言いますか、うんうん、まあ、移ろいやすい状態なわけですよ、中学生なんか。うんうん、まあ、なんていうの、まあ、物語の描くにあたって扱いやすいテーマであったりするんかなとは思うけど。でも、ここまで、その、踏み込んでんのは、どうなのね。え、あれ、シンジ君とかもやっぱ中学生ぐらい？そうやね。あ、やっぱそうなんか。じゃあそこら辺にはなんかあるんやな。ところでね、うん、このジアースのね、うん、デザインどう思う？うん、興味ないね。いや、かっこいい、かっこ悪いってところ言う。どうなんやろ、ヘンテコリンやけどね。だっていわゆるその、ロボットっていう感じじゃないでしょ。なんかゴキブリみたいな感じや。そうそうそう。ちょっとね、ゴキブリっぽいのよね、なんか。まあ、多分、なんとなくデザインモチーフは、あれかな、カブトムシなのかなとは思うねんけど、うん、ちょっとね、昆虫っぽくて黒いし、下手すりゃゴキブリに見えるよね、これも。ちょっと茶色みがかってたら危なかったよね、こいつね。でもなんかさ、話の途中でさ、うん、
うん、プラモデル発売されてなかった。あったあった。あったね。で、それに気づいて、なんか、作戦寝てなかったっけ外から見たとき、みたいな話で。あっちの。あれ、あの、オタクな父さんがいるやつの。マキのお父さんがオタクやねんけど。うん。確かなんか外から見てて気づいたとかで戦い方してたような気がする。4本足やったっけ？あ、そう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 。なんか、そう、途中、そう、あれ、あの、ほら、心臓移植のやつの時に、なんか脱出するやん、首だけ。うん。あの、なんか変な芋虫みたいになってたし。デザインがね、こう、もうすごく、俺は最初全然ダメやったの。うん。なんか、全然こうへんなと思っててんけど、なんかこう敵の形やらなんやら見てったら最終的にはすっごい馴染んでてんけど、あ、なんかこれはこれでありかも、500メーターもだったらこんなんなんのかなみたいな感じで、手ね、脱却したりとかするし、なかなか特徴あって、これはでもアニメ化もされてるんだよね。確か。そうやね。アニメは俺見たことないねんけど、まあ全然違うエンディングらしい。あ、そうなんだ、うん。俺も見てないけど。アニメが先に完結したから。あ、え、っていうかどういうエンディングなの？それはそれでめっちゃ気になるな、なんか。なんかどうなんやろな。アニメ自体は見てないけど、なんか2チャンネルとか見る限りでは、うん、なんかどうなんこの終わり方みたいな意見を見たような気がするけど。ああ。まあ当然この結末の前に終わってるということは、うん、それはどうなのね、その作者公認の別話なのか。まあまあそうやろな、もうアニメでオリジナルで言ってくださいっていう話やと思う。ああそうなんや。どういう話かはちょっとわかんない。それああちょっと最終巻だけど見るか。気になるな、どうやって終わらせて。なんか最初の1話と2話ぐらいは見たような気がすんねんけど、やっぱりこうアニメってこう見てられへんなとか思ってやめてもらったな。あ、え、見てられへんっていうのは。もうなんか見るんだるいとかも。あ、そうなんや。その先にね、原作終わってないのにアニメ化に踏み切るあたりがなんか、どうなの？その、ジャンプ的な展開漫画あったら、途中でなんか、こう、ついつま合わせれそうやけど、こういう最後まで一貫してる作品を、そんなことしたら、ね、とんでもないことになる。それなんか平行世界の話でしたね、終わらすんかな、もしかして。なんかウィキペディアを見ると、アニメ版のあらすじが書いてますけど。最後どないなことになってるんですかね。最後は、後ろが、戦闘後にジアスそのものを解体することで、ゲームの連鎖は断ち切られる。一人生き残った後ろの妹、カナは、戦いの経緯を物語として伝えゆくことを決意し、生きる戦いを始めたって書いてある。なんかもうちょっとダメダメ感が漂う。かんなあらすじじゃない。それじゃあ心に残んないよね。なんかちょっとダメな感じがする。あらすじやな。うまくまとめました的な感じがするけど、全然響かんわな、なんか。そうなんや。それはきついな、うん、そうですか。それはあれやね、原作、まあ当時追っかけてる人は当然原作の最後も知らんわけやから。なんかまたダメなような感じの設定も書いてあるぞ。ジアースのコピープログラムであるジアースプログラムの開発が進むが、実はそれすらもゲームの主催者である支配者の計画であった。え、っていうか何ゲームの主催者だから、その平行宇宙の奴らと戦ってること自体がゲームなんやろな、アニメの方では。おも、全然ちゃうんけ、それ。大事なとこが全然違ってますけど。違いますな、まあ。ダメな感じですな。でもね、正直それぐらいやと最初思ってたんよね。ところが、結局結末まで言ったらそうじゃなかったんやね。だからすごい、うわーって感銘受けてんけど、まあ、当初の、その、そんなんでしょ、どうせっていうところに行った場合がそれやね。誰もが思いついてしまう。そう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 。展開がそうなの。
ひどいなぁ、そうなんや。そっか、まあそれはいいや、じゃあもう。まあ別に見る必要なし。ですね。なんかでも、ライトノベルってもあるんでしょ、フェイクは。なんか小説もあるみたいですね。この画集にその設定が載ってて、微妙にキャラが半分ぐらい、半分じゃない、8割ぐらい同じキャラやねんよね。まあ、ツイッターで今度の収録テーマは僕らのですっていう話をツイッターでつぶやいたら、うん、まあ、どなたかが、うん、もう小説、アニメ、漫画全部見ましたけど、うん、漫画が一番面白かったです。おお、素晴らしい。っていうか、漫画がオリジナルやからやっぱそうでないと困んねんけどね。実は小説漫画面白かった言われたらちょっとやるせんねん。まあでもこの僕らのは、みんなどう感じたのかを聞きたい。そう。聞きたいですね。なんか俺はとりあえずもうすごい、最後まで読んだ後興奮して、こう、会社の連中に貸しまくってね。いいよね、なんかオタクな人たちが周りにいて。まあ、全然、まあ、オタクじゃないで務まらないような仕事ですから。僕の会社の中で、僕らのって言っても、何とか言われると思う。僕らのっていう単語自体が漫画を指すことだとは、みんな気づいてくれないと思う。ああ、なるほどね。そうやな。そう、話また戻すけど、その僕らのっていう単語の出し方もあったじゃないですか。うん、あれ、僕らのっていう感じで、ボソボソって言って、ああ、しかもクライマックス直前ぐらいだったでしょ、それも。ここら辺もね、なんか言いたいことここに持ってくるんやーっていうのは、いいなーと思って。もうベタ褒めですけどね、俺ね。うん、まあでもほんと、よくできた漫画やなとは思いますんで。ね。この、ここまで聞いてくださった方は、ネタバレもクソも全部聞いてるわけですけども。いや、もう、見てから見てください。見てから聞いてください、本当に。いやー、これそう、一回最後まで読んで、まぁ、今回、その、また収録やるから、また俺も、さーっと読み直してんけど、その、頭からの、伏線の張り方と、その、回収の仕方っていうのが、ものすごいことになってて、ちゃんときっちり回収してるっていうのかな。あ、まぁ、ちょっとさっき言ったいくつかあるっちゃあるけど、これも俺らが気づいてないだけであるんちゃうかと思うんだけどね、こんだけ入ってたら。これ一回目見たときは何気なく見過ごしてしまうのが、うん、椅子な。あ、椅子でしょ。うん。一個ベビーベッドが出てくるやろ。はい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 。そんなん最初気にせえへんや。うん、そうやね。なんでベビーベッドなのみたいな。そう。で、その最初に出てきたときは、なんか、次私の弟が生まれるから、みたいな。うん。さらっと流されて、あ、そうなんだって、こう納得しちゃったりするんですけど、うん、実は、みたいな。そうそうそう。実は、で、そこで トリックがあるじゃない。要は、契約したやつが二人、実は二人いたっていうのも、全部そこで回収してるんでしょ、うん、線で。で、あと、その、後ろが、実は契約しなかったけど、じゃあなんであの椅子はっていうと、あれカナの椅子やったわけじゃない。うん、学校の椅子って発想が貧相やな、みたいなんで流しとったけど、そこら辺も後から組み上がって、見てって戻ってきたら、うわ、ちゃんと書いてあるわ、みたいなんだ。で、さっきね、一番最初にジアースの身長の話あったけど、うん、あれ500メーターだっていうのはね、漢字が言ってるんですよ。うん、で、あれ500メーターだって言って、なんでわかんだよ、だいたいわかんだよとか言ってんだけど、あれなんでやって言うと、中天楼の高さが500メーターやったやん。うん、で、結局、あれずっとあいつ見てたわけでしょ、おかんが自殺した場所やから。だから、直感的に500メートルぐらいのものがすぐわかるっていうことでしょ、その設定みたいな。そこら辺全部説明はしてないけど、読み取れるレベルで、そんな最初の方に入れてるっていうのがね。ちゃんと、それぞれ理由がちゃんとあるっていう。そう。だからこれ見返したとき、それ気づいたときに、ものすごい面白いパズルを解いたように。ちょっと、国葬を見て嬉しくなるみたいな感じで。あ、ここか、みたいな。そう、何度も読める漫画やなぁと思うねんけど。まあ、何度読んでも切ないですけどね。まあね、そこに耐えれる人じゃないと、基本無理やけどね。うん、まあでも、夏の雲よりかは全然、読めますよ、何回も。そうですか。つうか、これも一気やし、あれも一気や
なかったお前は駅コミックスはそんな漫画ばっかりかっていう俺らなんでそんな駅コミックスばっかりお便り紹介しておきましょう。お名前がむっちゃんななちゃんさん。あ、はい、はじめましてですよね。いや、まあ一回ベッティの時にもらってて。そうなんですね。はい、ポッドキャスト iTunes で登録すると、はい、最新10回分しか聞けないんですけど、はい、バックナンバー聞くにはどうしたらいいですかっていうメールをいただいてた方ですね。ほう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 。前回、ポッドキャストのダウンロードの件で回答をしていただきありがとうございます。ポッドキャスト内でも少し話されてましたが、はい、私は iPhone 使用者で iPhone 経由で直接ダウンロードしています。この番組はタイトルでもあるように内容は狭さです。でも、うん、何かを語るときに必ずしも博識である必要はないと思います。澤田さんやパーソナリティの皆さんは博識を自慢げにさらけ出すことはせず、逆に知らないことを蔑むこともしません、はい、体験し感じたことを楽しく語っているのが聞いていてとても心地よく、ぶっちゃけいろいろなポッドキャストの中で一番のお気に入りです。ああ嬉しいですね。毎週収録は大変かと思いますが頑張ってください。ああ頑張ってください澤田さん。はい、ありがとうございます編集とか全部僕がやってますから。ですよね、はい、君は本当あなたたちはあなたたちは好きなことを語ってるだけですからそうです、そうです。そこもまあ月1とかね、そんなレベルで交代制なんでね。まあまあこういうメールをいただいたわけですけども、嬉しいですね。嬉しい限りですね。まあ博識ぶるほど知識がないので結果として狭くて浅くなってるっていうのが、うん、正しい捉え方ですけどね。いやまあそれがテーマですか。そうですね、ええ。だって過去にやってきたやつをさ、うん、たまにパラッと見返したりすんねんけどさ、うんうんうん、全然メジャーどころとかやってへんかったするやんか。そうですね。もうこれは広く浅くとは言われへんなっていう。やっぱり狭く浅くやなっていう。そっか。ああ、そうね。うん、そうそうそう。普通よくなんかいろんなこう、ものに手を出してる人とかは、うん、いや、俺って、広くダサいからさ、って言うやんか。ああ、はいはい。逆にそれってさ、偉いと思うね。そうね。だって広く手を出してるわけでしょ。ですよね。何でもこう、食べてるわけじゃないですか。うん。でも、ほんま過去の配信とか見直しとっても、うんほんまなんか全然メジャーどころとかやってるからドラゴンボールとかやった方がいいんかなとか思っちゃうもんね。そうですっけ。そうですっけ。ドラゴンボールとかね、ガンダムとかね。そうそうそう。もんなもうメジャーどころやった方がいいんかなとか思うけど。いや大変なことになりますから多分それは。ねえ、逆にそのメジャーどころの方あんまり知らないっていうのもあって、俺自身が、うん、あそうなんだ。そのガンダム語れって言われても、うん、実はガンダムあんまり知らないから。なるほどね。逆襲のシャアで俺止まってるからね。ああ。なるほど。まあ、そういう意味で、まあ、結果として狭く浅くなっていると。はい。いうことですわ。そうですね。その通りです。この番組ではお便りを募集しております。狭くて浅い奴らのブログにあるメールフォームから、もしくは、狭さ 826@gmail.com 宛てまでメールを送ってください。ブログのコメント欄やツイッターのダイレクトメールにも受け付けています。というわけで、今回もいい感じの時間になってきましたので、はい。そろそろこのダラダラしたおしゃべりを終わらせたいかなと思っておるわけですけども。はい、まあ、僕らのに関して話したわけですけども、はい僕はね、もうこの漫画は売らずに置いとこうと思います。ああ、もう、ですよ。俺はむしろ布教しまくる予定ですからね、ここから。というのも、僕のこの持ってる僕らなんですけども、はい、うちの飼い猫がこの漫画におしっこをしまして、はい。売れないっていう。それは違いますね、なんか。志が。あーって。売らないけど、処分する可能性はゼロではないっていうことでしょ、それ。いや、まあ結構、今までの漫画選抜会議にも残ってますから、今しばらくはまだこれは手元に置いとこうかなと。まあね、11巻ぐらいにまだね、こう、
ギリギリ場所的にも、まあ、はい、なんとか夏を見つけそうな量ですもんね。いい加減ね、ほんまうちの本棚がいっぱいいっぱいになってきたんで、うん、漫画選抜会議を開かなくちゃいけないんですけど。そうですよね。うちも読む、ね、漫画がね、なくてね。うちも嫁さんに目つけられてるんでね、どうしたもんかとね。なんかせいせいと会社に持って行って場所作ってたんだけど、あっという間に埋まってきますからね。どうしたもんかなと。まあそんな感じですけども、はい、もう何か語り残したことはないですか？いやー、あるでしょ。マジで、ありますけど、まあ見てほしいですね、やっぱいろんな人で。ちょっといろんな人のこう受け取り方を聞いてみたいですよね、本当に。まあね。これやっぱ僕が会社で進めた場合は当然俺がこう面白かったから読んでみっていうことでやってるんで、変に期待値を上げて渡してる上にこう、うん、つまんなかったっすとは言えないじゃない、普通こんなテンションで進められたら、うん、だからこうダイレクトな反応じゃないのよね、そういう。まあまあね。なんか奥歯に物が詰まったかのような。そうそう。で、普通にちょっと期待値上げすぎました言われてもなんかあれやし。いや、でも面白かったです。でもみたいな、そういう、微妙なね、駆け引きになっちゃうんで、普通にこう、読んで、ね。ただ途中で、僕みたいにこう、途中のしんどさでちょっとなって思ってた人は、もったいないんで、最初興味あったんやったら最後まで見てから、判断してほしいなという気はしますけどね。まあね、なんかそんなに悲惨な話ではないんで、救いようはないけど。うん、はい。ちょっとね。いや、なんか、終わり方としては非常に綺麗になってると思うんですけどね。最後のコマとかものすごい好きですけどね、またぐらからの感じ。ナルタルに比べたら全然ライトな感じですよ。沢田さんはナルタルも読んでた？ナルタル読みましたよ。あ、マジっすか。あっちの方が重いっすか？ナルタルは、ナルタルもいずれ、狭くて浅いやつで取り上げたいところですけども。マジっすか。いや、ちょっと次手出そうかなって読んでますよ。マジっすか。そうなんだ。俺、この人の作品って、なんとかのマイルズ。始まりと終わりのマイルズ。はいはい、で割と最近、去年かな、出た、一巻出たやつと、あと、広角都市からとかいう感じ。はいはいはい、あれだけ読んだだけで、あっちはものすごいつまらなかったね、個人的に。僕は売りましたからね、そこね。ああ。ナルタロイ、ちょっと読んでくださいよ。あ、わかりました。じゃあ。ものすごいブルーな気持ちになりますからね、あれ。まあ、僕らの人やっていう前情報と今、こう、ちゃんとこう、前情報仕入れたんで大丈夫だと思いますけど。いや、ちょっとナルタルはね、うん、自殺しようかと思うぐらいブルーになるからね。マジっすか。かなりの覚悟で臨まないと。僕の中で、それ級の漫画のやつで、古谷実の秘密っていうのがある。どっちいいですかね。まあ、秘密は秘密で、ベクトルは嫌なベクトルやけど、ナルタルはほんまなんか、あーってなる。まあ、これを聞いてる皆さんも僕らのに興味を持った人は、ぜひ、この作者の前作のね、ナルタルっていうひらがなでナルタルって書いてある漫画をね、漫画喫茶で手に取ってもらったら、多分その日一日は暗い気持ちで過ごせるんじゃないかなと思いますわ。わかりました。ちょっと集めてみよう。うん、今イブリング、アフタヌーン、どっちやったか、イブリングかな？ほうほうほう。ノリーっていう自転車の漫画描いてるでしょ、この人。らしいね。あれは、なんか、もうすぐカラッとしてそうなの。そうそうそう。だから、あれはね、普通になんかなんていうの？競技、自転車の話なんかなと思って。うん、今のところ結構面白く読んでんねんけど。あ、マジっすか？あれ単行本出てるんですか？まだまだ、まだ第3話ぐらいですから。あ、マジっすか？それは集めたいな。でもツイッターで誰かが、うん。あれも最後全員死ぬエンドとかやったらどうしましょうみたいなこと書いて。ちょっと待って。もしかしたら、この作者ならやりかねないとか思ってる。めっちゃ漫画でしょ。いや、悲惨な展開になるかもしれないじゃないですか。でもあれっすね、自転車漫画流行ってますね、今ね。そうね。
まあ、ちょっと巷で噂の弱虫ペダルを読んでみたんですけど、うん、俺はダメでしたね、あれね。やっぱ、シャカリキを知ってるだけに。そう、俺自転車漫画の一番頂点はシャカリキやから。いや、もうね、揺るがせれないんじゃないですか、あれは。どうしてもこう、シャカリと比べてしまって、見てるなとか、そう、思ってしまうんで。確かに熱い展開はすごいあるんですけど、なんか、どっかで見たような感じがあるのと、あと、どうしても絵がね、僕ダメですわ、あの絵は、ちょっと。チャンピオン系はね。渡辺渡先生は、ね、ちょっとダメ。まあ、2巻まで読んで、ちょっと挫折しちゃった感じなんですよね。まあ、ヌレリンは、全然違ったベクトルの漫画なので。おー、ちょっと期待したい。ランディビットいいんじゃないですかね。あの、ちなみにさっき言った、あの、始まりと終わりのマイルズは、すごい好きなんですよね、個人的に。そう、もう、俺速攻降りましたよ。え、そうなんですか。いや、これ、どう続くんやろうっていうのは、すごい興味深い。あれ、だって終わってないですよね。うん。MD じゃないですよ、ね。うん。いや、意味わからんって思って。いや、そう、意味わからん。いや、中二病かって思って。もう速攻降りましたよ。あの、変なエロい要素は全然いらんのにな。いらないです。あれはなしで普通にやってくれば面白いのにとか思ったりしてんねんけど。そうですか。はい。まあ、そんな感じでそろそろお開きにしましょうかね。はい。僕らのぜひ読んでくださいというか、はい、読んでから聞いてくださいね。これもう遅い遅い。もうここまで聞いた人は全部聞いとるし。あ、最初の方に最後だけ聞いてって言うとき。わかりにくいなぁ、みたいな。まあ、というわけで、お送りしたのは澤田信也と中野浦です。また次回も聞いてくださいね。さようなら。さようなら。